今回はとある廃盤のペンを紹介します。廃盤のペンというのはメーカーが生産を終了してしまったペンのことで、例えばここにグラフ線があるんですが、こちらは今も通常通り販売されている現行のモデルですが、実はグラフ線には旧型というものがあり、若干デザインや口金の変更などがされています。ここで少し余談ですが、撮影機材の方を変更いたしましたので、いろいろ変わっていると思うのでお楽しみください。それでは購入品紹介やっていきましょう。ということで今回紹介するペンはこちらのパイロットハイメカホルダー H3005 です。このペンは以前からずっと欲しくて、この機会にようやく買うことができました。まずハイメカホルダーというのは、昔パイロットから出ていた製図用のシャープペンシルです。おそらく一番初めに目につくのがこの独特な模様の金属のグリップですよね。僕はこの見た目が好きすぎて、あ、これ欲しいってなりましたね。そしてこのグリップの独特な模様を作り出しているのは触刻という昔パイロットがよくやっていた加工のことです。この触刻については後ほど解説いたしますので、とりあえず独特な模様だなぁとでも思っていただければ大丈夫です。そしてこのペン、シャーペンなのに口金ないじゃんとなりますよね。ですがノックボタンを押すと、このように口金からペン先が出てきます。こういった構造のペンをダブルノック式のシャープペンシルと言います。この状態で軽くノックすることでシャーシンを出すことができます。そして強く押すことで口金の中にペン先を収納できます。実はこの機構、別のシャーペンでもあるんですよね。それがこちらのロットリングラピッドです。こちらのラピッドもハイメカホルダーと同じようにペン先を収納することができます。ただこちらのラピッドも残念ながら最近廃盤となってしまいました。はい、ではハイメカホルダーをもう少し詳しく見ていきましょう。まずここには高度表示窓があります。軸はプラスチックでできていて、クリップにはパイロットと刻印されています。そしてこのノック部なのですが、3本の線がうっすら見えると思います。実はこれには意味があるのではと考えていて、そもそもハイメカホルダーは今映っている H3005 というものの他にたくさん種類があります。全身プラスチックの1000円モデルのもの、こちらと同じように触刻加工がされた2000円モデルのもの、ローレット加工された2000円モデルのもの、そしてこの3000円モデルのものがあります。そしてノック部の線を見てみると、1000円モデルは1本、2000円モデルは2本、3000円モデルは3本となっていました。こういったところで価格ごとに差別化されていますね。ちなみになぜ僕が3000円モデルのものを選んだのかというと、単純にデザインが好きだからです。この3000円モデルの触刻の模様に心を打ち抜かれました。ってことで次は先ほど言っていた触刻加工について解説していきます。この触刻加工というのは、金属に腐食液というものを使い、不要部分を除去するという加工の方法です。そうすると腐食部分が黒くなり、このような模様になります。パイロットからは他にも触刻加工がされたペンがたくさん出ており、例えばこのパイロット 2+1 触刻という多機能ペンがあります。このペンもグリップの部分に縦のラインの触刻加工がされています。実はこの部分だけではなく、この 2+1 と書かれているところも触刻加工で、 0.5 のところも触刻加工がされています。さらにもう1本触刻加工のペンがあるので、そちらも紹介します。こちらはパイロットのエリートというシャープペンシルです。パッと見てわかる通り、全体的に触刻で覆い尽くされています。パイロットのエリートというペンは全体的に格子柄が入っていて、とても美しいです。このパイロット 0.5 という文字までが触刻で作られています。今までいいとこばかりのハイメカホルダーでしたが、一つ大きな欠点があります。それはダブルノック式であるがゆえに、内部のバネが強すぎてプラスチックの部分が割れてしまう可能性がかなり高くなっているということです。分解すればどういうことかわかると思うので、少し中身を見ていきましょう。このネジを開ける時も適当に他のペンと同じように開けてしまうと、
バネのせいで先っちょが吹っ飛んでしまう可能性があるので、注意しながら開けなければいけません。開けてみると、まずは新タンクとペン先がくっついた棒のようなものが見えます。先ほど割れる可能性があると言っていたのはこの部分です。特に金属でかましてあるということもないので、かなり割れやすくなっています。そしてその原因になっているのはこの部分に入ってあるバネのことです。少し動画だと伝わりにくいですが、かなり強い力で押しています。これは確かにプラスチックがすぐに割れてしまいそうです。特にこの部分が一番割れやすいそうです。もちろんペンを元通りにするときも慎重にしなければなりません。本当に割れてしまいそうで、ヒヤヒヤしながら分解していました。ただ割れやすいと言ってもそんなにたやすく割れるものではないので安心してください。分解したので、ついでにコード表示窓も見ておきましょう。コードは 4H3H2HHBB2B という誤差があります。僕は普段から HB を使っているので HB にしておきます。このハイミカホルダーのダブルノック機構は軸は割れそうになってしまいますが、精度はとても良くてペン先はほとんどぐらつきがありません。こうやって正面から見ても隙間がほとんどないのがわかります。製図用のシャーペンというだけあって、この辺りはかなり精度がよく作られているようです。指で上下左右に揺すってみましたが、ブレはほとんど感じられませんでした。ただ実際に筆記してみると少しだけカチャッとなる時があります。ただ気になるブレではなかったです。ということで、今回はパイロットの廃盤のハイメカホルダーというシャーペンの紹介でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画で。